今年は悔しくてたまりませんでした。試合に勝てなかったから悔しかったわけではありません。目をギラギラして試合に臨んだ選手がチャンスで打てなかったり、ピンチで打たれたり、その姿を見てものすごく悔しかったです。開幕してから数ヶ月が経ち、周りからお前のめちゃめちゃな考えで、めちゃくちゃな采配で選手をおもちゃにするな、ファンは宝物と言って言いながら勝つ気ねえじゃねえか、ファンは勝ちが見たいんだ、頼むからやめてくれ、なんであの選手を使わないんだ、もうちょっと勉強しろ、そういう毎日を過ごしました。でも選手を成長させるために1年間ブレずにやり通しました。しかし結果はファンを悲しませたダントツ最下位です。この責任は監督がビッグボスが悪いです。本当に短い1年でしたけど、今シーズンをもって、ないの？ビッグボスのユニフォームを脱ぎます。ありがとうございました。引退会見。